ダブルポールおめでとうございます。ありがとうございます。最高の形でここまで来てますね。そうですね、流れ的にはね、非常によく、まあ、気持ちよくレースウィークも過ごすことができてますし、まあ、予選をね、しっかりこうやって2つともね取ることは、まあ、自分にとってもいいリズムに乗れたかなと、まあ、明日に向けてですけど、まあ、明日はね、非常に天気がどう転ぶかはね、分かんないんですけど、とりあえずはまあドライでもレインでも行ける状態は作れたかなと思ってるんで、非常に明日の決勝レースがね、楽しみになってきましたね。はい、できればね、スタート決めてしっかり、まあ、レースはもちろんコントロールしたいなと思ってるんですけど、そこは、まあ、ドライであれば匠君がね、非常に調子いいですし、まあ、レインでもね、一休さん、達也さん、そして藤田君もね、非常にいいペースで走ってたんで、非常にこう抜きに出るっていうことは難しいと思うんでね、しっかり、まあ、レース展開を見ながらね、そこはしっかり集中して、こなしていきたいかなというふうには思ってます。3年連続、5回目のチャンピオン、目の前まで来てます、決めた暁にはどんなパフォーマンスを見せてくれるんでしょうか。パフォーマンス、まあ、それはね、取ってからのお楽しみだし、まずはそれをしっかりこなすだけの集中をしとかなきゃいけないんで、先を見るんではなく目の前の仕事に対してをしっかりこなしていきたいなという気持ちと、やっぱりそう簡単にね、こうやって2回目ですけど巡ってくるチャンスはなかなかないんでね、そこをしっかり掴み取るために、集中して戦いたいと思います。